は今まで一つのコンピューターなしはサーバーに権限が集中してましてリスクが高かったです。そういったものを分散することによって実はセキュリティを高めました。まあ、安全でなおかつ、透明性があるこのモデルを作り上げることが、我々の独自性だと思っております。そして多岐にわたった能力ある人間を実は雇用しております。海外では、技術が高い人間、そして国内ではプロモーションができる人間。こんにちは。それでは今日はですね、早速フェアリアムさんにインタビューをしたいと思います。よろしくお願いいたします。では一番最初にですね、この質問から、プロジェクトを始めたきっかけを教えてください。まあ、仮想通貨の市場が、そうですね、2017年から18年にかけてかなりバブルになりまして、まあ、それによって実は、まあ、利益を上げる人の優劣がたくさん出ました。まあ、その中で我々は機会均等チャンスをみんなに与えるということで、融資が集まりこのプロジェクトを立ち上げる羽目になりました。ありがとうございます。こちらのプロジェクトのビジネスモデルはどのような形になってますか？そうですね、我々が今実は考えてますのは、多々ある仮想通貨のマーケットとはちょっと違った考え方を持っています。一つには実は今まで一つのコンピューターなしはサーバーに権限が集中してましてリスクが高かったです。そういったものを分散することによって実はセキュリティを高めました。でもう一つは参加型です。要はある限定的な人しか参加しなかったのが今までのマーケットですが、これからは幅広い参加によって実はリスクをヘッジしながらまたこの良さをみんなに分かっていただくようなビジネスモデルを今考えております。ありがとうございます。昨今でですね、ブロックチェーンのを導入するサービスというのは増えてきましたけども、本プロジェクトの強み、他のプロジェクトにない特徴というものを教えてください。まず今回のプロジェクトは、参加するスタッフこれが多岐にわたっております。私も実は今年52歳になるんですけれども、私のような人間もおれば、海外では技術が高い人間、そして国内ではプロモーションができる人間、実はアジアの中でかなり多くの人材、そして多岐にわたった能力ある人間を実は雇用しております。この部分は実はブロックチェーンの技術力が、ある会社に対してはアドバンテージを持っております。でもう一つは先ほどの重複になりますけれども、今までのように、集中した権限なしはリスクが偏る、それを全て分散することによって、安全でなおかつ、透明性があるこのモデルを作り上げることが、我々の独自性だと思っております。ありがとうございます。では今現状のプロジェクトの進捗はどのようになってますか？はい、現状ベータ版の方は今もう作り上げております。ただ昨今マーケットも今こんな状況なので、そこのまずセキュリティ、あとシステムの、信頼度、これを高めている状況であります。もう一つは、日本および海外、このマーケットに対する若干ネガティブな考え方がございますので、我々も実はフライングでスタートというよりはしっかりコンプライアンスのところ、あと各国のレギュレーション、これを超えられるような仕組みを作ろうということでスタートしております。ただ今ベータ版がもう出来上がってセカンダリーに入っておりますので、近々リリースできる環境が来ると思います。ありがとうございます。仮想通貨の市場は、はい、グローバルマーケットと呼ばれてますけれども、今回のプロジェクトではどのような市場をターゲットとしてますか？そうですね、今回実は参加しているスタッフも、日本人、そしてアジアの人間が多いです。でアジアの人間が多いということは、実は我々アジアマーケットを一番重視しております。理由としては実は日本、韓国、中国、こういった先進国もアジアにありますけど、インドネシア、ミャンマー、そして、バングラディッシュ、こういったところの後進国に関してはエンターテインメントが不足しております。でその不足したエンターテインメントの隙間を埋めるために実は我々はアジアの進出を考えております。ここでもう一つ大きいのは、例えば一つ考えてみますと、ヨーロッパの中で1億人人口を超えている国は一つもありません。ただインドネシア、これは2億人を超えております。当然日本も1億人超えています。ミャンマー、ちょっと前まで、軍事政権のビルマって言いました、ここも実は8000万人も超えてきているって話があります。やはり世界の70億人強の中のアジアの占める比率、これがとっても大きいので、我々はこのアジアを中心に展開し、ここで基盤を作ってからワールドワイド展開したいと思っております。ありがとうございます。仮想通貨を使うプロジェクトにおいてはですね、トークン経済、トークンエコノミーという言葉もありますけれども、本プロジェクトのトークン設計ですね、トークンエコノミーはどのように考えられてますかね？ここも実は、国内のレギュレーション、特に日本は金融庁ですか、ここがすごく厳しいと思います。されとて我々が今求めているのはユーザーの声とユーザーの姿勢なんですね。で我々今考えているのは、当然我々は実は開発を進めていくんですけど、これ我々だけではきっと進まないものだと思っています。ですのでユーザーの声を聞き、
ないし今まで運用されているトークン、これ自体をもう一回しっかり検証しながら、実はユーザーが一番欲しがっているトークン、ないしは物に対してのトークンの発行、これをやろうと思っております。ありがとうございます。では最後に、未来のユーザーに一言コメントをお願いします。はい、そうですね、私ももともとゲーム会社を運営してまいりました。でこのゲームの良かったところは、実は、若い子たちに夢を与えました。例えばいじめられて家に帰った時、うちのゲームをやってくれて、実はいじめられた気持ちがちょっと紛れたって言ってくれたこともいます。今回我々はじゃあこれをやることによって、限定的な人が利益を上げるのではなくて、多くの人に参加してもらって、時にはネガティブ、時にはちょっと落ち込んでる、そんな時に我々のプロジェクトを見ていただき、参加していただき、それをまあ粉飾していただく、そういったことができればなというふうに思っております。ありがとうございました。本日はお忙しいところインタビューお答えいただきありがとうございました。